まこなこです。今現在このような状況になっています。緑が我々の拠点で、今敵がねここら辺に孫権がやってきていたりとか、さらに追加で来ていたりとか、またこちら側は別方面から劉将がやってくるので、ここでまず劉将対応するために部隊雇いましょう。雇えるのが限りがあるからどうしたものか。能力高い方を雇いたいんだけれども、あともう一人騎馬系が欲しい。騎馬系の部隊が特段いないね。これでも雇っときましょうか。もうほぼほぼお金が今のでなくなってしまったので、また対応をしないといけない。ここはもう守りのためだけにしか使わないので、まあ、雇った兵もこれぐらいで大丈夫でしょう。一方これレベル4上がってるけど、こっち側を、こっち側でいいか、こっち側を騎馬にしましょうと思ったけどお金がなかった。さてこれでなんとかなるでしょう。ここの守りは。一方ここまず呂布でここ間入りたいと思ったけど届かない。二部隊で詰めたいんだけれども、いけるかなこれ。多分逃げると思う。その後追いつけないんでね。うわこれ差しで、差しはまだ無理か。回復中でもあるしで、一方芝居もまだまだ時間かかりそう。回復にではこのまま進めていきましょう。これが合流しなければ大丈夫。おっと今回は多分誰だろうな、師匠か誰かとの戦いに参加しろ。だが確かトレードやってるはずだから、トレードのお金がねなくなる可能性あるから拒否しておきましょう。向こうと重なりそうだね。で今ここら辺で隠れたけど、もう呂布で突っ込んでしまってもいいかもしれない。二部隊やってきてる。じゃあまず呂布でこれ突っ切りましょう。多分いるんでしょう。そしてこれなら問題なく外で勝てる。微妙だな。だが一旦外でやってみましょう。相手足蹴りにして、これは兵数回復に回しましょう。誰か捕らえた。もう一人レディーウーということは、これはもしかしたら孫権の嫁かもしれない。初代のね孫権の。これ全部倒したな。あれ大将クラス全部倒したと思ったけどまだいるね。追いかけましょう。さてここは一服。またポイント2回分もらえるから、これはこれでありがたい。そしてもうまた高い値の方まで行ってるんで、これどうするかな。ポイントまた使ってどっか拠点取るという手もあるしで、これ奥届いてるか。さてもう追い詰めたと思う。これは線書いてないか、ちょっと見えてないんでね。よくこれの線が出てないように見える。だがこの角度からいくと巨所から線が出てるので、中でやってもよかったけど、おっとぶっすりいったぞ。これで孫権早い。あそっかそっか、さすがに無理か。一瞬来たかなと思ったけどね。特に孫作の方が来たね。孫作馬とまた人ももらえる。処断しましょう。ここで孫作撃ったのは大きい。孫権はまだだけど、でこの後なんだけど、
何今考えてるかというと、こっち側方面を巨鳥で行こうかなと。巨鳥は移動能力アップのスキル持ってるので、これは巨鳥でこの方面目指して移動してみようかなと。そしてここはまだ回復しきってないので、行ってもなんとかなりそうな気するけど、ここだと後ろもセットでやってくる。武将数が多いんでね、そこら辺どう考えるか。じゃあ行きましょうか。逃げる可能性も当然あれ、大丈夫か、中の部隊戦ってくれている。これも外で大丈夫かな。兵数に関しては圧倒的に、うん、打ち倒した。竜将は生き延びてんのかなこれ。そして2人ほど仲間にした後、逃れたのも追ってきましょう。これ追いついて倒せるんであればいけるね。竜将のみ初段まで持っていければいいんだけどね。どうだ、捕まえたか、捕まえらんないか。ん？でもこれ、でもこれ人変わりましたね、竜将から。ということは倒した扱いになってるのかな今のは。そして今ポイントがたくさんあるので、どうするかな。炎術の拠点もらっていくという手もあるんだけれども、炎術、炎術はどこだ。あーそっかそっか、炎術はもう孫権の方の配下になってるのか。 Let us get this over with. だが物が選べない。 I have heard many traitorous things. 孫権もやっても今は意味がないので、となると漢王朝から拠点取るか、もしくは孔侑とかそっち側から取っていくか、まあ、どう考えても漢王朝後でも良さそうなので、ここら辺からもらっていきましょう。トレード、ここの城の拠点、これで66、結構大きいね要求が。もうちょっと小さいところからコツコツとやっていくのも良いかもしれない。ここを取るのであれば52か、両方とも厳しいね。一方劉備の拠点取るとしたら、ここ通り道なので取れるんであれば、もらえるんであればありがたい。19でもらえる。脅して、あら、脅してもポイントそこまでない。アイテム与えてなんとかしましょう。これで拠点もらって、そして通り道を作ったような状況になってます。またポイント貯まったらどんどんと場所取っていきましょう。これは劉備のここの拠点あたりもらって、炎術と即座に行けるような状況を作るのがいいのかな。それとももうちょっとこっち側か、もしくはここか、この辺りもらって通り良くしましょうか。ではこの拠点13ポイントでもらえそう。あとプラス 1%、 これでいきましょう、うん、この拠点もらって、まあ即座になんか酵素に取られそうなね、そんな場所だけど大丈夫かこれ。中に芝入れておきましょう。また呂布もこの方向に移動させておく。もう一人の武将も東側向けておきましょう。今上側これキャラクター来てるんだけど、どうもこれ敵側のようなので、敵かな、なんか赤く見えたので赤だな。やっぱりこれも対応しないといけないとなると難しいな。呂布を戻すか。ではこれ戦いましょうか。
逃げられた。これ負けるって書いてありますね。そっかそっか、この上のマークだけじゃなく下の文字も見ないといけないのか。負けるんであれば戦わないとダメ。芝居が今回活躍してくれた。そして2部隊改装させて、1人は墓に入ってもらって雇いましょう。これはお金800か、まだ残ってるんで、いや残ってないか、先に動いてくれてればね。どっちにすべきか即座に分かったんだけど、今日はもう敵の拠点向かわせましょう。この武将はまだ回復、少し耐えてから。もう一人の武将、こっち側狙ってもらおうかな。さすがに逃れるか、届かない。ここで向こうから和兵来たけど、当然最後まで痛めつける。まずここやってくる部隊を呂布で追い払えればいいんだが、戦ってくれるね。ここでも負けるになってるな。じゃあ戦いましょうか。そっかそっか、これは拠点的場所に陣営作ってたのか。となるとどうするかな。宝石分けてそれぞれやってもらいましょう。あ、そっかそっか、こう拠点戦じゃないから別にここを確保したところで終わんないんだ。左下特にゲージみたいなものはないので多分終わんないのでしょう。だが全部倒しておしまい。ここも問題なく倒してどうするかな。兵数回復か、もうゼロまでいってる武将がいる場合はね、急いで回復せずにお金だけもらった方がいい場合も多いので、どのみち数ターンは待たなきゃいけないからね。ここからどうするか、芝居を前の方出すかどうか、もしくはこの武将でここ突っ込ます。これは気づかなかったな。でも勝てるでしょう。うん、問題なく。これで炎術をどん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 削っていけば、いろんなもの手に入ってるね。これは兵数回復。次これいけるかな、そのまま。ああ逃げたか。逃げられたらどうにもなんない。ここ巨長で一ターンではたどり着かない。次のターン後ろからいけるように。さて呂布に関しては追いかけるよりかは戻りましょう。そしてまずこの方向、そばに寄せてから巨長で倒しましょう。あともう一つ取れば劉将の拠点は終わるので、そのあたりをとっとと狙って。ここでポイントまた大きく上がってるので、じゃあ次どこ取るか、どうするかな。最終的に劉備とも戦わなきゃいけなくなると考えると、劉備の拠点も削っていった方がいいんだよね。だが本当にそれでいいのかはまた別問題。もしくはもう高孫さんとかを狙っていくという手もあるので、どうするか。こういうのこの辺りの白レベルも狙っていきたいんでね。この辺りこう取れるかどうか。75か、以前から大幅に上がってるなポイントが。まあ、関係性良くないからね。となると関係性が良い劉備とやった方が良いのかもしれない。劉備以外はもう反王朝以外しか顔が緑の人がいない。どうするかな。劉備の拠点どういう感じでいくか。真ん中取ってしまえば分断できるんだけれども、分断は分断で怖いんだよね。もし攻められた時両方からやってくる恐れもあるから、
んだが、角からかな、ここら辺から取っていきましょうか。もしくはここ取れば全部自らの拠点になるので、ここを狙っていきます。あと20ポイントか。これで残り 1.4。 向こうは米がないのか、ならば米与えればと思ったけど、そっかそっか、まだ以前与えてあるから選べない。お金とセットでこのような感じで拠点もらいましょう。 The time of the Han is ended. The will of heaven is shifting. The celestial empire rests on the tip of a sword. The emperor's old champions now stoke their own imperial ambitions.The old ways scatter like leaves before the coming storm. Their time is over. Change is carried on the wind. ということで、今拠点もらったら、あれ、これ最後戦うのは劉備になるの？今キングまで上がりました。次はエンペラー、次はエンペラー目指しましょうという話。これはキングになったことに対するお金。違うな、主犯はあれ、これ劉備じゃない？ひょっとして劉備と孫権を倒さないと終わらない。そしてそして両方とも角なんでね、これ。うん、これでもう連合から去ったことになった、今の劉備の。だが即座に戦闘状況にはなってないので、これをどう考えるか。拠点取っていくのも下の方に行くのもいいんだけど、そしてまた遠いんだよねこれ。なんでこんな遠いかな。しかも劉備もおかしいんでね、なんでこんな角にいるのか。でこの角にはなぜか孔雄とか孔孫さんとか、なんか他の勢力4つが囲ってるんだけど、もうそのまま攻め滅ぼしてくれてもいいんだけどね。となると今度は曹操と関係結ぼうか。何か結べないかな。ハリー、I'm busy。 彼らを、ああ、コンフェデレートは93か、ちょっと厳しいね。 I smell something unpleasant. 一応和平結ぼうと思えば結べるはず。だが今劉備と、いや劉備もダメだな、赤くなってるな。となるとこれ孫権の方行かずに、南は行かずに、一旦ここで講和して劉備滅ぼすという手もあるかな。劉備はそれなりに、しかも多いんでね、兵数が。だが左側は軒並み兵がいないので、パッと見はね、見える範囲、いや、いるな。だが真ん中はいないんでね。これは難しくなったな。まず劉将を滅ぼしてから考えましょう。その後は講和結んで一気に行くか、それともそうでないか。そうなってくると上の方にも武将とか置いとかないといけなくなるんだけど、劉備はどう行けばいいか。一筆書きでこのように登ってったりとかするか、もしくは曹操と接してるところは無視して上から全部行くか、悩ましいね。そして今キングになったことによって、王になったことによってプライムミニスター、ここ枠が空いたので、ここはやっぱり芝居かな。移動速度アップは芝居は持ってないのか、これは。となると長領だと、長領はキャンペーンマップの移動がプラス 5% がある。巨長だと、長領かな、最初からいてくれた。相談役は芝居のまま、これでいきましょう。あと今キングになったことによって漢王朝、そこからなんか外れたような感じになってますね、従属。
これじゃあ吸収できるんじゃないかな。では反王朝、これはコンフェデレーション、コンフェデレート、これで脅迫でやってしまえばいいんだけど、あーポイントが 42% か。これ後でこれやって多分拠点全部合流すると思うので、それで対応しましょう。これは登ってきてますね。おっとびっくりした。和平か。どこの話だこれは。多分竜陽だから東側だと思うので、和平結んでもいいでしょう。お金でも要求しようと思ったけどちょっと厳しいか。このまま結んどきましょう。今は敵を作るような時じゃない。ではここなんだけど、これだよね今やってきてるの。これ追いかけるかどうかの問題。追いかけるとしたら拠点しかいない、もしくは移動モード変えて、これでも拠点まで一気に入る。戦いはしない。移動アップの場合は戦うことできないんで、でここ取ってしまって次拠点モード変えて戦えば多分こっち側は終わるでしょう。一方ここどうするかな。どれか一つの武将でここら辺の拠点全部取っていくとなると、この武将がいいように思う。で芝居はじゃあ北向けるか。呂布はここにいる。呂布とセットで行くか、それとも北の、いやそれはいかんな、そっちが入っちゃう。龍大も倒して大丈夫なんだよね。ちょっと邪魔なんで次、でも行くと当然劉備も来るから、ならば最初劉備削った方がいいと思うしね。その辺りは難しい。そしてようやく回復速度アップの、レプレニッシュメント、これを覚えることができました。もうこの後はどこ行ってもいいのかなというね気はするんで、適当に。これは漢王朝に攻めようという話になってるんだけど、どういうルートで入ってくるんだろうな。もう漢王朝この2つのはずなので、そこ攻めるとなるとなんか領内入ってきそうで怖いんだけど、いずれにしてもまずこの拠点モード戻ってるかな。これ倒しましょう。さすがに追いつけるでしょう。From the roots to heaven. 龍将も余計なところで何度も何度もちょっかい出してきたからね。ここは倒しきりたい。ここも勝てるとなってるのでお任せで。これで龍将は滅んだかな。どこか変なところに兵がいなければ。さて滅んだね。この後だよね。結構ここら辺の劉備は下の師匠の部隊と戦っていたので、そこを背後から突くか、もしくはそこを放っておいてもう北東側行くか。お金もそれなりにあるから、もう一つ二つ部隊出してもね良さそうな気はするんだけど、どうするか。あとそろそろ弱い陛下は強い陛下に変えます。もうこれだけではね、この状態ではどうにもならないようなことになってるので。高いな2000か。でも呂布の部隊に関しては今後も考え全部変えていきましょう。またこれは特段ないか。もう少し待ちましょうか。さてこの辺りに部隊がいたので、これは多分敵ではないと思う。この中入りましょう。これ即座に行けるように待機してたんだけど、来られたら困るな。高層辺りが来てるはずなんだよね。ここら辺も回復済ませてから次のターン前に行きましょう。
ここも待機しておいて、これは今劉備行かなくていいかな。劉備行こうとすると、あーでも孫権とも一旦こうは結びたい気もするしで、もうちょっと削るか、それとも今劉備が完全に手薄になってるから行くんだったならば今だと思うんだけどな。ではそのあたりを含めてまた次回以降やっていきたいと思います。とりあえず呂布が王になって、あとは孫権、そして劉備、このあたりをなんとか倒せたらと言ったところです。ではこの続き興味ありましたらまた次回以降もご覧ください。ではでは。